トキリ豆は、タンキリ豆族のツルセータ年層。和名の語源は不明。別名、大葉タンキリ豆ともいい、歯型や、透過の大きさの違いがあるもののタンキリ豆とよく似た種である。ツルは、巻き方向が、左から右巻きに、他の植物に絡みながら巻きつき、長さは10メートル近くまで伸びる。長く伸びると、上から下へぶら下がっていることも多い。 鶴となる茎の表面には全体に気化色の毛がまばらに生える。葉は五生で、傭兵は長めで一つの傭兵に三つのコバがつく。醤葉は通乱型で、長さ6センチメートル程度あり、下半部が最も広く、刃先が欠けて急に細くなって尖る。葉質は薄く、毛に覆われている。醤葉の基部から三本の葉脈がまっすぐ伸び目立つ。 タンキリ豆との違いは、葉先にかけて細くなるところと葉を覆う毛がタンキリ豆と比較して少ない点で区別できる。花期は7から9月。相乗過剰で溶液から出る。小さく長さ8ミリメートルほどの細長い筒状の形をした黄色い蝶型の花を5から20個密集するようにつけ、大きな旗弁が目立つ。果実は10日で、 鞘は、細毛がつく扁平な長楕円型をしており、長さは2センチメートルほどあり、短切豆よりやや大きい。晩秋に明るい赤色に熟し、鞘の皮がだんだん乾いて、薄くなり、後に快裂する。鞘の中には楕円型をした黒く光沢のある種子が2個、入っており、鞘が快裂した後も鞘の円の上にぶら下がる。三葉の豆かで2個の種子が入るのは、 本種のトキリ豆とタンキリ豆の2種のみである。日本に分布する。主に山野に生える。ありがとうございます。